皆様お疲れ様です。小田急タイムです。実家を掃除していたら手紙と CD を見つけました。叔父から父に届いたもので、日付は2010年です。CD には8ミリで撮ったと思われる映像がありました。時期的には1950年代、昭和30年代あたりだと思われます。曾祖父や祖父、親戚らしき人たちが写っていました。叔父も父もすでに亡くなっているので、詳しいことは分かりません。ということで、8ミリ映像からいろいろと調べてみたいと思います。当時、家は東京都板橋区の大山にありました。大気研究所は戦艦機に存在した文部省直轄の研究所。1941年に廃止。この時代の大気研究所は別物でしょうか。こちらは七五三のようです。狛犬が映っています。どこの神社なのか、狛犬が手がかりとなりそうです。画像検索でそれらしき狛犬を探します。目的地はここ。小安神社です。創建年は不明ですが、1674年にはすでに存在していたようです。しかし、現在の狛犬の後ろには大きな木があります。およそ70年前の映像には木は確認できません。
ということで神社の方に伺いました。すると狛犬はかつて違う場所にあったということが分かりました。狛犬があったのはこの辺り。祭りの際、神輿が神社内に入ってくると狛犬とぶつかってしまうため移動したのだそうです。現在も小安神社では七五三をやっていますが、出店が出るようなことはないそうです。神社の木は穴が開いていたりするものがあります。これは空襲の傷跡なんだそうです。ところで写っている子供たちが誰か分かりません。存命であれば70代から80代。